はい、皆さんこんにちは。アンチャンネルの安藤祐一です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は、インスタの DM からいただいた質問なんですけど、クロストップの直し方についてやっていきたいと思います。このクロストップっていうのはトップスイングでクラブがターゲットよりこっちを向いてしまう、こっちにクロスしてしまうことのことを言います。でこのクロストップですね、結構生徒さんに多くて結構厄介なものなんで、今日それの直し方、あと原因についてやっていきたいと思います。概要欄にですね、インスタの、URL と Facebook の URL を貼ってますので、なんか他に質問がある方はぜひ DM をください。はい、ではこのクロストップの直し方と原因、早速やっていきます。早速ですね、クロストップの原因についてやっていきます。クロストップの原因は大体大きく分けて3つあります。1つ目が手首の使いすぎですね。テイクバックの時に手首を使いすぎることによりトップスイングでクロスしてしまう。でこの時の特徴が、大体皆さん手首を使いすぎて体の捻転が入っていないのにトップが完成してしまうんですね。そしてもう1つが小さなトップになりすぎてしまいます。トップがコンパクトになりすぎてしまいます。手首の使いすぎです。こうなるとちっちゃなトップになってクロスになって切り返しで、その動きでクラブが倒れて下から入ってプッシュアウトかチーピンが出てしまうので、これには気をつけましょう。でもう一つが、テイクバックの時に、これさっきのちょっと手首の使いすぎと似てるんですけど、ここに線を引いた時にこちら側、この線よりこちら側ですね、この棒より右側、外側にテイクバックがまっすぐ上がればいいんですけれども、極端にテイクバックの初動の時にインサイドに上がりすぎてしまいます。でインサイドに上がりすぎた、クラブっていうのはこの反動でトップでクロスしやすいです。いいですか、テイクバックの初動でインサイドに上がりすぎるとトップでクロスしてしまって切り返しで寝てしまって振り遅れます。よくあります、テイクバックの初動でこういう風にインに上がりすぎてしまう。そしてその勢いでこういう風にクロスしてしまうんですね。でここから切り返して寝てこういう風に向けてしまう。なので、今みたいにダフったり、プッシュアウトもしくはチーピン、左に強く曲がってしまったりするということです。でどう上げないといけないかというと、このスティックに対してまっすぐテイクバックします。まっすぐまっすぐヘッドが正面側ですね、このスティックより右側にずっとあるようにして、最後急にスティックの内側にクラブを入れていただきます。いいですか、悪いテイクバックはこっちですね、インサイド上がりすぎからのクロストップで切り返し寝てきてこういう風に打ってしまう、これが悪い打ち方です。いい打ち方っていうのはテイクバックまっすぐ上げて、このスティックよりも外側にヘッドがずっとありますね、そこから急激にインサイドに上がる、こういうことですね。でこの時にできれば小屈といって左手首がこちら側に折れているとクロスなりにくいです。やっぱ後屈といってこちら側に折れるとクロスしやすいんですけど、小屈させるとそのままきれいにクロストップしにくいので、この線よりもこのスティックよりも正面側正面側正面側、そこからこっちに放り投げるんですね。腰の高さまで外側にないとダメです。ヘッドが腰の高さに来るまではスティックの外側で、そこからインサイドに上げる、でここからこれが大事ですね。じゃあもう一回正しい上げ方します。まっすぐ上がります、まっすぐ上がります、腰の高さまで来たらヘッドをこっちに投げます、インサイドに放り投げて、ここからそうすると切り返しでのクラブのこの振り遅れ、クロストップからの振り遅れがなくなってきます。もう一回悪い例やります。極端にインサイドに上がってしまいます。インサイドにヘッドが上がるとその反動でクロスしていただきます。でこのクロストップを切り返すと、このままクラブが、こういう動きしますね。必ずこういう動きしますので、ここで振り遅れてしまいます。なのでこれ気をつけてください。で特に、ショートアイアンとかミドルアイアンまではいいんですけど、ドライバーのようなちょっと長さが長いやつになると、特にこういうふうにクロスして振り遅れると、もうこれプッシュアウトかそれを返して今度はチーピンにしかなりません。きっかけですね、
こういう症状の方がすごい生徒さんでも多いんで、まずご自分のテイクバックで初動でインサイドに入りすぎていないか、その反動でこれですね、クロスでトップになっていないか、これを確認してください。で、最後のクロストップの原因なんですけれども、トップスイングに上げた時に、これ右打ちの方ですね、この右腕が外旋、こういう感じで、ごめんなさい、内旋です。内旋するとクロスしやすい。もう一回いきます。トップスイングに上げた時に右肘がここから外旋すると、ごめんなさい、内旋するとクロスになりやすいです。逆にトップスイング上げた時に右肘が内旋、内側に回るとレードオフになりやすいですね。ちょっと分かりづらいと思うんで、まっすぐ上げてこう来ても、ここで右肘がこういう風に内旋してしまうとトップになりやすいです。これ肘が逃げた状態です。体の正面から肘が逃げた状態なんで、ここからクラブが倒れて降りてきやすくなります。なのでしっかりトップスイングを上げたら、右肘をちょっと外旋するように、内旋ですね、こっちか、テイクバックを上げていただいたら、トップでしっかりこう内旋するような感じでやっていただくと、トップがレールオフになって、そのままスムーズにヘッドが降りてくるようになりますので、テイクバックの上げ方を気にしてもクロストップが治らない方は、ぜひ右肘の自分の角度がこういう風に内旋しているのか、それとも外旋しているのか、外旋するとですね、こっちに回るとしっかりこう肘が体の正面側に来ますので、トップが締まっていきます。これが逆に外旋してしまうと、内旋してしまうとクロストップといって、こういう風にクロスしてしまうので、言い返しで振り遅れて下から入って、後ろとかチーピンが出やすいです。特に今のクラブなんかは振り遅れると弾きがいいので、そのままプッシュアウトで右に抜けてしまうので、振り遅れてこの動きですね、こうなってしまうとそのまま右にパーンと飛んでいくのが多いので、気をつけてやってみてください。もう一回おさらいすると、手首の使いすぎによるクロストップ、こういう方の特徴は左肩の捻転がなくなります。で、次にテイクバックの初動の時にインサイドにクラブが入りすぎて、この勢いでクロスしてしまう方、こうですね、これもクロスダメです。で、最後に綺麗にトップスイング、テイクバック上がってるんですけど、トップスイングで腕がこういう風に内旋してしまう、そうすると脇が体の正面から外れてしまってクロスになってしまうので、しっかりと自分のこの右のポジションをこうですね、内旋させてしっかりと正面側に持ってきて打つように立ってください。大体この3つで賄えますので、ぜひ皆さんやってみてください。で、1つちょっとドリルを紹介するんですけど、こういう風に左手を右肘に当てがっていただいて、こっから肘がこっちにずれないように、後方にずれないように左手でこうキープしながら上げていく練習、これなんかするとクラブがよっぽどのことがない限りこういう風にクロスに入りませんので、アドレスして右肘のポジションをこうですね、後ろにこういう風にならないように正面で止まるように練習して打ってみてください。はい、今クロストップの原因と、直し方についてやっていきました。一つは手首の使いすぎですね。手首を使いすぎることによってのトップスイングでクロスしてしまうことと、もう一つがテイクバックの初動の時にインサイドに引きすぎてしまって、これのリアクションでトップでクロストップしてしまうこと。で、もう一つがトップスイングの時に右腕が内旋の動きをしてしまうと、こういう動きですね、クロスしてしまいます。まあ、このどれかのいずれかのですね、原因によってトップの時にクロスしてしまいますので、クロストップがなぜ悪いのかというのを今日の動画をもう一回見直していただいて、正しい知識をつけてください。まあ、大体この3つでクロストップは賄えると思います。クロストップにならないようにですね、なるように、賄えると思いますので、ぜひ視聴者の皆さんも試してみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。動画が良ければ、チャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。
あと概要欄に Facebook とインスタの URL を貼っておきますので、他になんかこういう質問とか、こういう症状でなかなか球が安定しないとかありましたら何でもいいので DM をください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。アンチャンネルをいつもご視聴いただきありがとうございます。これからも皆様のゴルフのお役に立つような動画を配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。